祝シーズン2第36話開通スカーロイ鉄道というお話です。本編も出てきますよ。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでお集まりの皆さん、本日よりスカーロイ鉄道鉱山鉄道が開通いたします。主にサーハンデルやスカーロイたちが鉱山のあらゆる観光地などを案内してくれますよ。いやトーマス、やっとスカーロイ鉄道開通だね。すごいにぎわいだね。お客さんたちもたくさん来てるよ。この日のために駆けつけてくれましたご来賓の皆様のご紹介です。カププランドからはトーマスたちで金貨を5000枚頂戴いたしました。ありがとうございます。ニアランドからは代表のタワがいろんな作物や動物の丸焼きを持ってきてくれたよ。おめでとうな。はい、そしてノースキングダムからはファルコンがやってきてくれました。こちらも金5000贈呈してくれました。どうもありがとうこの度は鉱山鉄道の開通、誠に喜ばしいことです。おめでとうございます。そして皆さんご覧ください。少しサイズは小さくはなりますが、緑色のピーターサム、そしてレニアスも一緒に手伝ってくれますよ。いやー長かったな。ようやく開通だ。少しスピードは遅くはなりますが、初動灯の高いところ、あらゆるところを連れてってもらいますよ。それからラスティにマイティマックもいますからね。これから初動鉄道の株価爆上がり間違いなしです。さあ皆様、この機会に一口100万円さあ投資をしていってくださいよ。お金稼ぎ目当てなの？ハット教と投資ってなんだ。それから特別ゲストの、こちらは1号機関車の本命です。なんとなんと青ヶ島からやってきてくれました。何やら初動灯の皆さんにお伝えすることがあるようです。你好大家好我叫后美亲自做矿照。新キャラ来たー。ガタ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 。何やら世界最強の機関車となってしまった黒から攻撃があったようじゃないか。そう、その魔の力をまとってしまった黒を止めるにはこの魔風石が必要なのよ。魔風石は世界に3つあると言われていて、一つは青ヶ島にあったんだけれども、三つ集めることで邪悪な力を封じ込めることができると言われているのよ。魔風石、見たことも聞いたこともないな。俺も今まで聞いたことない。あ、ビッグママから聞いたことがあったような気がしない？そうそう、魔風石のね、昔話ね。聞いたことある聞いたことある。どうやらカププランドが怪しいみたいだね。ねえトーマス、せっかくスカーロイ鉄道が開通するのに黒のやつにめちゃくちゃにされたらたまらん。行くぞ、パシーカププランドへ出発じゃ。トーマス、お前もカププランドへ出発じゃ。みんなが気絶してる間に一平ちゃんにお金の送金の仕方を教えてもらったんだ。行くぞ。お、置き去りですか。でも壊されなかっただけまだマシか。なんかこれから黒との戦いの冒険が始まりそうだね。それではまた見てくださいね。さよなら。